せっかくゴルフ6の GTR の試乗会来たのに、短パイクの頂上は霧ですね。でも多分下に行けば晴れるかなと思いますけど、まあ待望の GTI なんですけど、実はゴルフ6そのものが、どこ変わったのかなって試乗会行った時思いましたけども、実際に乗ってみると、本当にこの乗り心地とかこの音ですね、ロードノイズとかね、この辺が良くなってるんですね。でそのさらにこう進化して成熟した、ゴルフ6ベースの GTI ということで、みんなが期待してたんですけども、逃げに走ってますけど、今 DSG を6速の DSG を使って、パドルシフトで走ってますけど、本当に気持ちいいですね。2リッターの直噴ターボで作られる GTI は、結構トルクが300ニュートン超えているので、DSG は6速を使ってますね。でも僕はこの6速の方が結構好きなんですね。7速だとちょっと1速が低すぎて、急にこうちょっと飛び出す感があったりしてちょっとビジーなんですけども、ただ7速の方が燃費はいいということなんですけど、この2リッターの、直噴ターボには6速の DSG が採用され、実際にこっちの方が合っていると思います。18インチでこれはサスは可変ダンパーですね。たくさんの人がこの試乗会にジャーナリスト来てますけども、大方の評価は、ベースの17インチの方が、乗り心地がいいんじゃないかっていう話がありますけど、この可変ダンパーの、DCC と18インチの組み合わせも、かなりこうスポーティーで悪くないですね。もはや本当にこうちょっと日本車のレベルを突き抜けて、非常にこう高品質なゴルフ GTI、 なんかうかうかしてるとこれ、ポルシェのなんかケイマンに乗ってるような感じもしなくはないですよね。もちろん限界の中では FF とかミッドシップあるいは RR っていうのはあんまりこう大きな違いもないわけですけども、フロントヘビーな FF なんですが、意外に、やはりサスがしっかりしてるので、一応 DSG でパドルでもできますけど、シフトでもできます。2速でエンジンブレーキ使って降りてきますね。なんか最近ハイブリッド乗ってるんで、こういうこうエンブレ使って降りていくときに、高いところにいる位置エネルギーを電気エネルギーで回収できない普通のコンベンショナルなエンジンというのが、ちょっとなんか時代遅れのような感じがしますね。ですから、こういう GTI も素晴らしいし、最近の TSI、DSG も素晴らしいんですが、やっぱりアイドルストップと回生ブレーキだけはつけてほしいなっていう気がしますね。だからこういう GTI とか、TSI、DSG に、マイルドハイブリッドがついたらもう本当に鬼に金棒ですね。今日は短パイクの頂上からスタートしてるということもあって、ずっとこの下り坂、地球の重力エネルギー、重力加速度に従ってこの 1.4 トンぐらいの物体が今落ちていくわけですけど、その乗り心地はうっとりするぐらいいいですね。さっきフェラーリカリフォルニア乗って乗り心地がいいなと思ってたんですけど、やっぱりこいつも乗り心地がいいですね。もうとにかく最近のドイツ車は本当に乗り心地です。でも日本車が考えてる、日本のメーカーが考えてる乗り心地とは違って、やっぱりこのダイナミックな走りと乗り心地、快適性が両立してるんですね。GTI は革仕様のセミバケットタイプですから、いわゆるフル装備ですね。18インチで本当
当にいいですね。これがもしかして400万円ぐらいで買えちゃうとしたら、やっぱりフォルクスワーゲンの実力ってもうずば抜けてますね。なんかドイツの国民車なんて言ってたのが本当かなと思うぐらい売り上げの上質ですね。